んにちは、小林愛香です。先日こちらでお知らせをさせていただきましたグミ局に関しまして、日本グミ協会名誉会長の武者さん、そしてプロデューサーの田代さんとの制作ミーティングを経て楽曲が生まれ、そして早速レコーディングに行ってまいりました。その様子をちょっとだけ皆さんにご覧いただきたいなと思います。それではどうぞ。いろいろします。コミュニケーションここで見えてる？あ、見えてますか？見えてますよ、みんなのこと。あ、見えてる。はい、じゃあやります。はい、お願いします。お願いします。5に入る、ね、はい。レクスちゃん、ちょっと相談します。4つに4つの4種のニュアンスを乗せる感じっていう流れでじゃないですか。あ、流れで変える。流れでもいいんですけど、その一個一個のあれですよね、言い方を間に合って言ったらもうキュッ、あ、そう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 、ふよふよってことですよね。流れでいけるんすか。なんかプレッシャーみたいな。やめてください。流れでいけるんすかで。怖い。あ、これはだからあれですよね、フェットチーネのですよね、モニアは。お、ええ、でモキューはちょっとこうゼラチンある系の果汁グミ的なのそうで、でふよふよはまあ雲グミでしょ、やっぱここは。でプユンは結構これはジュレがしっかり入ってるような感じの。コロロ。うん。コロロっぽい感じですね。うん。フルーツ感も強いような。っていう、僕のグミ妄想だけは出来上がりました。素晴らしい。それでお願いします。お願いします。ベッドチーネ、果汁グミ、クモグミ、コロロですね。知らん。難しい。え、これどうする？どうしましょう。ちょ、一回流れで一回やってみちゃえばいいのかな。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。グミ食べましょう。グミ食べましょう。シゲキックス？あ、ありがとうございます。いいですか？グミニケーション、はい。わーい。でも、あいかちゃん、これ、グミやったら、うん、あ、私いっぱい持ってきました。あ、すごい。あ、じゃあ、日本の。持ってきましたよ、日本の。プリン。これは、純喫茶。うん。プリンアラモードツイン、はい、これはなんか可愛いから買った。コアラのグミ。可愛い。なかなか見たことない。あ、日本のだ。へー。後ろに日本語書いてある。でも韓国って書いてます。韓国。見やすい。どんな？なんか頭でかい感じの。うん、柔らかい感じの、うん、梅がね、なかなか噛み終わらない。すげえ、いくつも残ってる。ラーメンの鍋にせかされてる。コーラス取ってきます。いってらっしゃい。閉めますか。落ちてきた。あれ、今何の時間ですか？今呼ばれてます。あ、呼ばれてます。あ、歌う番です。あ、あれあれ、みんな呼ばれてます。あ、よかった。みんな来ますね。はい。え、今からですね、小林愛香の楽曲としては初めて違う人のコーラスガヤが入りますよ。マネージャーさんたちと、あとアイキャンチームの皆さんで一緒に声を入れたいと思います。グミの曲なのでね、にぎやかな感じで楽しい雰囲気が伝わればいいなということで。はい。あ、楽しみ。ちょっとこの空間になんか女子がいるのなんか新鮮です。で、男子が見守ってますすごい。なんかちょっと斜め見てる。楽しんで撮りたいと思います。チュー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 チ
ちょっと、あの、チューチュー上ぶれてる、私は。チューチュー上手。はい、いかがだったでしょうか。レコーディングの様子を皆さんに見ていただきましたけれども、今回は小林愛花としては、小林愛花以外の声がコーラスで入ってるのが初めてなので、ね、なんかグミ曲ならではの楽しい雰囲気が皆さんに伝わったらいいなと思ってレコーディングをしてまいりました。完成がどうなるのか皆さんも楽しみにしていてください。この続きはまたここで、こちらの YouTube のチャンネルでお届けできるようにしていけたらなと思っております。生配信とかもここでできたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ楽しみに待っていてくださると嬉しいです。それでは、また！